割と、まあ、ある時ですねある、えー、兄さんとご飯を食べに行ったんですよ。でこの兄さんは もしかするとこの雑談動画9百何十回の中で1回も出てきたことがない方かもしれませんけれどももしかしたらないかもしれないなそのフィーチャーしたことがないっていうのその方のみスポットライトを当てたことはないかもしれないですけれどもあごめんなさいあったらごめんなさいあ,あったら本当にごめんなさいでこの方はですねその兄さんは、まあ、結婚されていて子供もいらっしゃって奥さんのことも僕は知ってるんですよね で、えっ、ー、とー、まあ、その方とちょっとご飯を食べに行くことがあって、で、なんか、たまたまその、なんていうのかな、その家の、その方の、その兄さんの家の、その家庭のルールみたいなのを聞いて、えー、ああ、いやなるほどと思ったのは、毎週水曜日は、それぞれが好きなものを食べてよいっていうルールがあるっていうね、俺様のディナーっつったけど、なんかな、名前忘れちゃった、俺様のなんとかとか言ったかな。なんか、そんな感じの言い方をしていて、で、 まあただそこ、あの、そのご家庭、あの、お子さんがいらっしゃって、まだ、えっと、ま、年齢は言わないですけれども、まだその、なんていうのかな、大人が、こう、ご飯を用意してあげないといけないだろうみたいな年齢なので、ま、どちらかが家にいて、どちらかがそのお子さんに対してご飯を作ってあげるとか、ま、もしくはそのお子さんを連れてるとか食べに行くみたいな感じになると思うんですよ。お互いの夕飯について、夫婦で干渉しないけれども、一定のバランスをとってたと思いますけれども、そのお子さんに対する食事も、 まあ、あの準備するととということだと思うこだ思んですよねでこれってね、あのー、結構大事なことじゃないかと思っていてでなんかその兄さん的にはあのー、我が家の中にいくつかあるルールの中で一番いいルールみたいなことで一番いいと思ってるルールですとか言ってたんだけどうそうかもしれないですね。でこれはあのー まあちょっと変な例えで言うとなんかちょっとカップルとか夫婦とかでギクチャクしてきた時に少し距離を取るって言い方をしたりすると思うんですけどもずっとずっとくっついて一緒にいるのっていうのはまあ悪いことじゃないし結果的にそうなるんであればそれはそれでいいと思うんだけれども別にその相手との仲が関係がなんかねじこじれたりこう変なことになっていなかったとしてもたまにこう間を取る っていうのはありなななんんじゃいいかなと思ううですよねっていうのは基本的に僕の思うその恋愛感情の維持っていうのは相手に対してやっぱりその何らかのこう尊敬の気持ちであったり何らかの,この自分にはないものを持っているなこの人すごいなっていう気持ちが。 あることとが大事だと思うのでまあそのためにまあ今までも何回も言ってきましたけど僕,が僕の言葉遣いで言うとその何て言うのあの自分磨きをする時間じゃないけどさやっぱその自分の時間を自分自身のこう時間をこう持つっていうのは、ね、大事だと思うんですよねでそのためにまあ夫婦になるとなかなかそういう時間を取りにくくなったりすることもあると思うんですよその趣味の時間を取るっていうのはなかなか難しかったりすると思うんだけども夕飯を まあそれぞれバラバラに撮るっていうのもね、なんかありじゃないかなと思っていて、だからまあちょっと、あのー、まあまあ今このコロナってご時世なので、このなんか飲み歩くっていうのがあんまりね、ちょっともしかしたらなんとなくあれかもしれないですけれども、でもなんていうのかな、あのー、そういう、うん、そういう、まあ僕がたまに使う言葉で言うと、これ話しがいって呼んでるんですけれども、その、なんていうの、基本的にある、ある時は、まあ、 放牧みたいに、相手、お互いに相手のことを放牧して、で、ある時戻ってくるみたいな感じの、まあ,あ、なんていうの、距離感っていうんですかね。だから、こう、ずっと一緒にいるんじゃなくて、まあ、時々こう、まあ、なんていうのかな、大げさに言えば自由にしていただくと。んで、戻ってきていただくたり、まあ、それはお互いにそういうふうに思ってるっていうことですね。 でこ,ういうこういうのは僕はありだな、ありっていうか大事じゃないかと思っているんでね、まあちょっといいルールだなと思いましたね。ちょっとそのスケジュール的にうちでそれで,できるかどうかは別にしてね、っていうふうにちょっと思いましたね。ほんじゃまた。